みなさん、こんにちは。ティンラーメン役のケネタカです。林は、菊子列団、菊蔵ラーメン秘話を語りたいと思います。菊蔵ラーメンは確かに誕生した1980年代、横山康さんと、全国ラーメン党を結成したそうでございます。そう、菊造ラーメンチェーンって日本だけでなく、海外にもチェーンが広まっておりますが、今はなくなっている状況でございます。はい。確かに、菊造ラーメンは本当に普通に美味しい中華そばですね。他にも菊造ラーポリン、菊造ワットラーメンなど、いろいろあります。実は、福岡の裁判でも実は、菊王さんありましたね、裁判、あれで。 なんか、商法、なんか、当たるような裁判ですよね。はい。確かに、菊造ラーメン散々ネタにされました。菊造ラーメンはまずいとか、いろいろです。2005年、菊王さんが、菊造さんが自身の司会で、えー、菊造ラーメンは、えー、美味しくするように考えたけども、国評ばっかりで、円楽師匠が、えー、ラーメン捨てる羽目になってしまい、結局座布団全部没収ですね。はい。他にも菊造ラーメンと、林田大変のカレーのバトネタも、本当にすごいですね。はい。 確かに、生きとら麺はみんな親しまれてておりますね。はい。確かに、林家紀子さんは商売上手のものでございますね。いろんなものを開発するとかですね。はい。以上です。バイバイ。